こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯はホワイトソースで作るカルボナーラを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、ここすごく大事。最近ね、割とハマってるとかいうかよくやるんですけど、パスタをね、水につけてから茹でるっていう方法なんですが、割とね、食べた時の食感が結構もちもちして美味しいっていうので、ちょっと前にネットで少し話題になったのかな、なんですけど、私としてはすごく調理時間が短縮されるので結構好きでやってるんですよ。で、細いパスタとかだったら短時間で茹でられるからいいんですけど、ショートパスタとか、あとちょっと太めのパスタとかだと結構茹で時間がね、10分超えたりとかするものが多くて、でそういうちょっと茹で時間長めのやつっていうのは事前にね、お水につけておいて、でどのぐらいだろう、多分1時間ぐらいつけても割と問題なかったりするんで、ちょっとね、事前にちょっと時間ある時にパスタお水につけといて、で調理しようっていう時にお水捨てて茹でてあげると、すごくね、茹で時間の短縮にもなるし、食べた時の食感ももちもちしててすごく美味しいと思います。でですよ、エビを炒めていくんですけど、エビってね、加熱しすぎるとどうしてもこう食べた時の硬くなったりとかパサパサしやすかったりするので、エビは事前にソテーしてあげて、取り出してあげて、でそこからホワイトソースを作っていきます。で小麦粉を入れてね、炒めていくんですけど、粉っぽさがなくなってから牛乳を加えて、でダマにならないようにね、ずっとこうちょっとずつ牛乳入れながら混ぜていくような感じです。はいはい、そうですね。今日ね、今日別に全然動画関係ないんですけど、今日ちょっとこれからお友達のね、舞台女優がいて、でその友達の舞台女優の舞台を見に行こうかなと思ってて、でついでに、ちょっと久々に会いたい人もいて、私そうだ、舞台女優の舞台見に行くから、ちょっと一緒に来てくれないかなと思って誘ってみたんですけど、やっぱりそういう人はね、来てくれないもんですよ。何の話。はい、ということで、お皿に盛り付けて完成です。できました。なんとも春らしいですね。では味見していきます。ではいただきます。普通のカルボナーラよりもよりクリーミーでとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ご飯の公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。菜の花の美味しい季節ですね。